千匹狼、千匹狼は日本の説話の類型の一つ。送り狼と並んで、狼の説話で有名なものとされ、丹夜がカカ、小池バー、ヤサブローバーなど、類する多くの説話が日本全国に伝承されている。多くは夜間に狼の大群に襲われた人間が木の上に登り、狼たちがはしごのように肩車を組んで樹上の 人間を襲おうとする者の,の後一歩で届かず、狼が自分たちの親玉の化け物を呼びつける、というものである。動物学者、平岩米吉はこれらを、狼が夜に活動する習性、四を取る者の,のもとに、集団で行動する習性を意味するとし、狼が肩車を組むのは、狼の高く飛び上がる、身の軽さを表現したものと指摘している。 竹原春仙が、絵本百物語より、タニヤがカカタニヤがカカ、タニヤが、バーは、高知県室戸市に伝わる説は、ある身重の女が那覇りへ向かうために峠を歩いていた。夜になる頃に陣痛が起き、運悪く、狼が襲ってきたが、そこへ通りかかった飛脚に助けられ、木の上へ逃げることができた。狼たちは、木の上へは、爪が届かないので、 はしご状に肩車を組んで、木の上へを襲いかかろうとし、飛脚は、脇差しで必死に汚染した。水木しげるロードに設置されている、タンヤオのブロンズ像。そのうちに、狼たちは、先浜のタニヤカカを呼べと言い出した。しばらくすると、白髪に覆われた、ひときわ大きい狼が鍋をかぶった姿で現れ、飛脚に襲いかかった。飛脚は、渾身の力で脇差しを振り下ろすと、 鍋が割れるとともに、人の叫びのような声が響き、狼たちは一斉に姿を消した。夜が明けて、峠に、人通りが出始めたので、飛脚は女を通行人に任せ、自分は結婚をたどって、先浜の鍛冶屋へたどり着いた。お宅にカカはいないかと尋ねると、頭に傷を負って寝込んでいるということだった。飛脚は屋内に入り込み、中で寝ていたカカを切り倒した。 カカの姿をしていたのは、あの白髪の狼であり、床下には、多くの人骨、そして本物のカカの骨も転がっていたという。先浜には現在でもタンヤが、カカの供養塔が残っている。また、先浜を訪れた、郷土市や、寺石聖路によると、明治時代には、タンヤが、カカの墓石もあったとされ、鍛冶屋の子孫と言われる人々には必ず酒毛が生えて、いたという。 江戸時代の祈談集、絵本百物語では、タニアが、カカと題し、狼に食い殺された女の霊が狼について人を襲う話となっており、千匹狼のような特徴は見られないが、差し絵では、狼の群れが木の絵に向かってはしご状に肩車を組む姿が描かれている。小池バーは、雲州松江に伝わる説は、松江の小池という武家に仕える男が、 正月休みに里帰りし、主の途上日前日の朝、未明のうちに家を建って、主の元へ向かった。日山へ差し掛かった頃、狼の群れに出くわしてしまい、逃げ場を失って、路傍の大木に登り、難を逃れようとした。すると狼たちは、梯子状に肩車を組んで男に近づいてきたが、あと少しのところで高さが足りない。一番上の狼が、 小池バーを呼べと吠え立てた。それに応じて一匹の巨大な猫がやってきて、狼のはしごを登ってきた。男は猫を待ち受け、腰の刀を抜いて、猫の眉間を切りつけた。金属音が響き、猫も狼の群も姿をくらました。やがて夜が明けて、人の声がするようになり、男は安心して、木から降りると、足元に、茶釜の蓋が落ちていた。よく見ると、 それは見慣れた主の家の茶釜の蓋だった。不思議に思い、男はそれを持って、主の家へ向かった。主の家へ着いたところ、主の母親が昨晩、川屋で転んで、額に大怪我をしたと大騒ぎになっていた。さらに家の茶釜の蓋がなくなり、探し回っているところだった。男は、茶釜の蓋を主に見せて、事情を話した。主が母の部屋を覗くと、 母は布団をかぶって妙な声で呻めえていた。主は母を怪しいと睨み、布団の上から刀で突き刺した。布団を剥いで見ると、そこには青いた猫の死骸があったという。ヤサブローバーは、新潟県ヤヒコさんをはじめ、山形県、福島県、静岡県に伝わる説話。中でも、以下のヤヒコさんの伝説が知られている。ヤヒコさんのふもとに、 ヤサブロという男が老いた母親と共に暮らしていた。ある日、ヤサブロは山の中で狼の群れに出くわしてしまい、大木に登って難を逃れようとした。すると狼たちは、梯子状に肩車を組んで男に近づいてきたが、あと少しのところで高さが足りない。一番上の狼が、ヤサブロのバーを呼べと吠え立てた。 すると空に暗雲が垂れ込め、その中から煙ムじゃらの腕が現れて、ヤサブロを掴んだ。ヤサブロは、必死に刀でその腕を切りつけると、雲も狼も消えてしまった。ヤサブロは、狼たちはなぜ自分の母を呼んだのだろうと不思議に思いつつ、切り落とした腕を持って帰宅した。家では、母が布団をかぶって妙な声でうめえていた。ヤサブロが事情を話して、 九段の腕を見せると、母は、これは、俺の腕だ。と叫び、肩口から血を滴らせつつ逃げ去った。この母の正体は鬼婆婆であり、本物の母はすでに鬼婆婆に食べられてしまった、後だったという。なおこの説話には、ヤサブローバーは、鬼ではなく狼たちを率いる、老いた猫だった。鬼婆婆が後に改心して、妙たら天という神になったなどの多くの遺説がある。 妙太羅天の名の誇らは、山形県東沖多摩郡高畑町にもあり、右全国の伝説では、渡来や三郎というものが、母の変化した奇女に襲われ、その腕を切り落としたとされ、前述のようなや三郎バーの説話は、この、や三郎の話に、上述の小池バーのような猫や狼の怪異が混ざって、生まれたという説もある。ありがとうございます。